堺市立三北小学校は、大阪府堺市南区にある公立小学校。旧仙北郡三北村の旧村地区と、仙北ニュータウン、光明池地区の鴨も二代を校区とする。明治時代初期の1872年に、三田渡る神社境内に設置された合学校を近現としている。学生発布などを経て、1874年10月15日に、 第三大学区堺県管内第十七番中学区第十六番小学校となった。学校遠隔市では第十六番小学校の発足をもって学校創立としている。その後学校制度の改変などにより上、村人上小学校となり、さらに1900年に三北人上小学校と改称した。1913年には高等科を併設した。百四十一年には、 国民学校令により、三北国民学校と称した。太平洋戦争の影響で、堺市中心部の国民学校児童に1945年春以降学童疎開が指示されたことに伴い、三北国民学校では1945年4月26日より、堺市近国民学校からの集団疎開を受け入れた。1947年の学生改革により、 三木田村立小学校となった。三木田村は1956年9月30日に、仙北軍副船長に編入された。これに伴い、副船長立第三小学校に改称し、三木田の校名は一度消滅している。副船長は1961年3月1日に、堺市に編入された。編入の際に、堺市立三木田小学校に改称し、 三木田の公明が復帰している。かつて学校は、旧村部にあったが、仙北ニュータウンの開発に伴い1975年に、ニュータウン内の現在地に移転している。仙北ニュータウンの小中学校は、ニュータウン開発に伴って新設されたものが大半で、あるが、旧村部にあった学校を移転の上、継承しているという数少ないケースでもある。ありがとうございます。